マッチョウノートは、アメリカ合衆国の競争馬、シュボバ。主なカチクラに2000年のブリーダーズカップジュベナイル、グレーブリーダーズカップステークスなど、2000年のアメリカ最優秀2歳ボバに選出された。2000年7月26日、サラトガ競馬場でのメイドン競争でデビューし、一着。2000目のホープフルステークスで一着到着となった。 ヨナグスカとシティジップに続く3着に入った後、ウッドバイン競馬場に遠征し、グレーブリーダーズカップステークスで G1 競争を初めて制する。ブリーダーズカップジュベナイルもポイント義分を花さ知り添けて勝利し、2歳時はメイドン競争と G1 競争2勝で4戦3勝、エクリプス賞最優秀2歳ボバに選ばれた。3歳となった2001年は、 体調が整わずアメリカクラシック参観も、不出走を余儀なくされ、夏に復帰するプランが立てられる。7月サラドが競馬場のアローワンス競争で復帰して2着と、すると続くペンシルベニアダービーを勝って、オハイオダービー3着を挟み、ブリーダーズカップクラシックに出走し、ティズナウの4着に入った。4歳を迎えた2002年3月、 ガルフストリームパーク競馬場のアローワンス競争から主導して1着となり、続くマサチューセッツハンデキャップを勝って重賞4勝目とする。続く3戦はサバーバンハンデキャップ3着、ホイットニーハンデキャップ4着、G2 競争のワシントンパークハンデキャップ5着と勝てない、競馬が続き、2年連続出走のブリーダーズカップ、クラシックもボルポニの5着に終わる。二千三年も、 あくまで現役を続け、ジョゼフ・オルセの旧社からボビー・フランケル旧社に移って、夏から指導する予定であったが、最終的には、脚部不安の影響で、すべて白紙にされた上で、9月に引退した。引退後は、アデナスプリングスで、タネボバとなり、教養当初は、フロリダ州の牧場で、つなぎをされ、後に、ケンタッキーに移動。2009年にマッチョ・アゲインが、 スティーブン・フォスター・ハンデキャップに優勝して3区 G1 初勝利を挙げ2013年には自身が2度挑んで敗れているブリーダーズカップクラシックをムーチョマッチョマンが優勝するなどコンスタントに活躍場を送り出している G1 カチューマのみ2頭同着ヤビスサーチが 1C ネット22キバが 22T サラトウがジュライ262000レース6イクイベス 2017年8月3日閲覧。サラトーガセプテンバーに2000レース9。イクイベス。2017年8月3日閲覧。ウッドビンオクトーバー9、2000レース8。イクイベス。2017年8月5日閲覧。チャーチルダウンズノーベンバー4、2000レース8。イクイベス。2017年8月5日閲覧。サラトガジュライン25、五。二千一レース八。 イクイベス、2017年8月5日閲覧フィラデルフィアパークセプテンバー3、2001レース11。イクイベス、2017年8月5日閲覧シソルダウンセプテンバー29、2001レース11。イクイベス、2017年8月5日閲覧ベルモントパークオクトーバー27、2001レース、10。イクイベス、2017年8月5日閲覧 ガルフストリームパークマーチ23、2002レース9。イクイベス、2017年8月5日閲ラン。サフォークダウンズ11、2002レース13。イクイベス、2017年8月5日閲ラン。ベルモントパークジュライ六2002レース10。イクイベス、2017年8月5日閲ラン。サラトーガ・オーガスト3、2002レース9。 イクイベス、2017年8月5日ツラン。アーリントンセプテンバー29、2002レース7。イクイベス、2017年8月5日ツラン。アーリントンオクトーバー26、2002レース10。イクイベス、2017年8月5日ツラン。ありがとうございます。